アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。昨日に引き続きですね、映像でやってまいりましょう。やってまいりましょう。まあこれ先が黙る。そうそうそう、こうですね。ありがとうございます。さあ行きましょう。じゃあ今日は早速質問に入っていきましょうか。行きましょう。おはようございます。ありがとうございます。毎朝楽しみにしています。ありがとうございます。アシラさんのツイートで耳に可能性を感じていますとありましたが、なぜそのように思いましたかという。素晴らしい話ですね。はい、すごいさ多分言ってたと思いますよ耳に可能性を。いや、耳ということにすごく可能性を感じていて、人がどういう欲求があるということは、この間なんかどっかのラジオで喋ったと思うけど、人に欲求があるということは、そもそも不満があると。はいはいはい。つまり今の現状が不満であるから、もっとこうしたいっていう欲求が生まれます、ところでなぜ不満なんですかっていう。なるほど。これがものすごくもう21世紀を覆すかのような質問で。なるほど欲求がある、こうしたいんだっていう人に対しての、なぜ不満なんですかって、すごくない？すごい、この切り口。確かに確かに、そのネガティブからゼロになる欲求ってイメージ、ゼロからプラスじゃないですか。はいはいはい。じゃなくて、なんで、ね、マイナスなんですかっていう質問じゃないですか。そう。なんか結局そういうことなんですよね、全部。なんかその質問を僕が受けたときに、それすごく面白くて、ああ、そもそもその不満であるっていうことの認識がなかったんだね。不満認識をしてないっていう。なるほどなるほど。でも確かに欲求があるってことは、それイコール不満なんだよ。それを不満認識させるっていうアプローチは、何がすごいか分かんないよ、すげえなと思って。なるほど。で、その要はセオリーとしては、そのじゃあ不満、なぜ不満かっていうと、不満ではないっていうその満足の状態を知ってるから不満である、じゃあ満足の状態っていつですかって言ったら、その胎児の状態。はいはい、そうでしたね。要はお母さんのお腹の中にいる状態が最も満足で、安心感に満ち溢れていて、希望に満ち溢れていて、何一つ不満がない。なるほど。不安もない、はい、ただもう生まれてドロドロって生まれてきた瞬間に、なんか目が見えねえとか、はいはい、なんか音がなんだとか、なんか息が吸えねえとか、でもう不満だらけで生まれてくるわけ、つまり人間はもう生まれながらにして不満なんだ。なるほどこの新しい哲学が生まれたわけ、はいはいはい、って言った時に、じゃあどうやってその人の欲求、じゃあ人の欲求でじゃあ何なのか、どうやったら満足になるのかって、胎児に戻ることなの。なるほどね。じゃあどうやったらいかに胎児っていう状態に、自分を戻せるかっていうことを考えたわけ。はいはい。じゃあお腹の中にいる赤ん坊より前の状態、胎児という状態と、成人は何が違うのかっていう。なるほど。何かを手にしすぎてるんじゃないですか。なんか資本主義を立ち出したもう私たちは手に入れすぎた。そう、手に入れすぎてます。だから不満に感じるんですか。いや違う違う、僕の質問は、はい、胎児と成人男性の何が、どうやったら成人男性、つまりおじさんは、はいはい、赤ん坊より前の胎児の状態に戻れるのか。どうすれば、もう欲をなくす。無欲。もっと言ったら、何が人を安心させるのかっていう。安心。だって胎児の状態が一番安心、安全、不満がないわけじゃん。確かに。満たされてるわけでしょ。確かに。なんだ。そこで僕は耳に注目したわけ。おー、なるほどね。無音。無音じゃないんだよ。あ、そうなんですか。耳の中に水が詰まってるの。ああ、羊水みたいな話。そう。で、それを、知ってから、僕は東京にいながら、東京のホテルに泊まったわけ。ほうほう。プールのある。はいはい。プールあるじゃん。プールいっぱいあります。で、ちょっと赤ん坊の気持ちになってみようと思って、プールの中でひたすら、溺れ続けたというか、大事な。浮かんでた。浮かんでた。ひたすら。皆さんが、遊んでる間に僕は浮かんでたんですもう、で、何が一番こうリラックス状態にするかっていうと、一つは圧力。
やっぱ水圧ってすごいわけ。なるほどね。水深1メートルだったら、その1メートル分のその水圧がかかるわけ、はい、っていう圧力へのリラックス効果、うん、だからなんかこうなんだろうな、マッサージと一緒だね。マッサージと要は体に対してプレッシャー、圧力をかけることで、うん、血流が良くなって癒されるっていう。はいはいはい。で、泳いだらむくみが取れるみたいなしてる。ありますね。っていうのも、それは圧力の話だ、ね。はいはい。水圧なんだよね。で、体重も水圧かかってるじゃん。確かに。で、この水圧っていうのは、一つ、その、人間を、なんだろう、その、満足に導く状態の条件として、圧力ってのがあるんだよ、はいはい。なるほどね。だから低気圧より高気圧の方がいいんだよ。あー、なるほどね。その方が人は幸せに近づく。はいはいはい。それよりも、あー、ほんとだ。水に入った方が、人は幸せを感じるわけ。すごい。だから海はあんな人が集まるわけ。お風呂もみんな入りたい。そういうこと。すごっ。圧力ということにまず着目するということと、はいはいはい。で、あとは僕が感じたのは、耳に水が入るということの、うん。安心感。うん。あれ最初はちょっと嫌なんだけど。そうですね。あのね、一気に脳がね、なんて言うんだろう、アルファ波がすごいんだね。あー、瞑想状態。あの、そう、起きてるか寝てるか分かんないよ。なるほどなるほど。で、その耳っていうところだけに特化して、うん、水圧っていうのは水っていうものすごく大きな質量がないと圧力をかけられないから、うん、でもなんか耳に着目したらすげえ可能性あるんじゃないかなと思って、うん、なるほど。で、どうやったらそのなんだろう、胎児の状態の耳を表現できるのかっていう、うん、そしたらもう水の中に耳まで浸かるか、うん、なんかこう、だからあの僕よくあれをするんだけど、エアポッツ、はいはいはい、あれとかもなんかイヤホンして仕事してたら音楽流れてないんだけど、うわ、ずっと仕事しちゃったみたいな。めっちゃあります、それ。それ耳なの。すげえ。そういうこと。なんかしかも音楽かかってないって分かっても撮りたくないです。そういうこと。うわ、これ耳なの。耳だ。皆さん、耳です。耳。いや、耳。なるほど。そういう観点でその耳の研究を始めて、うん、なんかオブザイヤーみたいなのを作るかもしれない。なるほど。会社を。なるほどね。圧力ね。確かにマッサージ機とかでギューってふくらはぎされるのめっちゃ気持ちいいっす、ね、そう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 。なんなら人に乗っかられるのも気持ちいい、ね、あ、そうっすね。どういうシチュエーション？犬とかに乗っかられるとね。いや、しかも高気圧、低気圧はまさにですね。いや、やっぱそのプレッシャー、うん、プレッシャーと耳、うん、これ可能性があるじゃない。なるほど。そんな話でした。話でした。じゃあ次の質問に行きましょう。行きましょう。若い喫煙者についてどう思いますか？ほうっていう、すごいシンプルな、若くして喫煙してる人に対してどう思いますかっていうことじゃないですか。そんなにどう思わないどう思ってほしいんだろう。わかんない。なんか私はこう思うんですけどっていう意見をぶつけてくる方が助かるかな。確かに。そういう、こういうシチュエーションは確かに良くないと思ってるってことだね、多分ね。多分この質問をするってことだね、うん、だから若いってことは多分おそらくこの聞いてらっしゃる方は多分19歳ぐらいで、じゃないですか、ね、なんかその19歳とか18歳ぐらいから喫煙してる人ってどうですかっていう話なんだけど、うん、じゃあそれってじゃあ20は OK なんだっけ、うん、じゃあ30は OK なんだっけって話になるから、はい、なんか年齢ってそこまで関係ないかなっていうふうに思ってますっていう感じかな。なるほど。どうでもいいじゃん。まあ本当どうでもいいと思ってます。大田ヒカルです。懐かしい。じゃあ次の質問いきましょう。いきましょう。おはようございます。ありがとうございます。アシナさんは好きな漫画もしくは過去に読んでいた漫画はありますか？私はブルージャイアントと青足が好きですっていう。ブルージャイアントは読んだよ。弟が全巻持ってて、なんか川崎の実家に帰った時にこれ全部読むっつって全部読んだよ。はいはい。泣いた泣いた。トランペットの話。そう、サックスね。サックスか。好きな漫画とかはなんかそんなないかな。漫画を読まないからね。キングダム読んでましたよね。キングダムは読んでたけど、どこだっけな、王翦と李牧が戦って、うん、で王翦が李牧にうちの軍に来ないかって言ってオファーするとこまで。それも僕読んでないな。え、マジ？はい。どこだろう。李牧が負けたんすか？
いや、そこまで言ってない。確かなんか、王翦対李牧みたいな、一騎打ちみたいな感じで、王翦が交渉しに行った気がする、確か。そうなんだ。そこまで全然見てないです。なんかあの、キングダム、でもキングダムを読んだのは、なんか、経営者は全員キングダムから学んでるみたいな、うつみたいな話なんか詐欺情報が流れてきて、スラムダンクみたいなね。そう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 。で、読んだかな。なるほど。僕は歓喜が好きでしたね。うわ、え、ダメ、歓喜っぽいね。なんでぽい、歓喜っぽい、確かに歓喜的なマネージメントをしてみたかったですね。あ、歓喜っぽいね確かに確かに、歓喜めっちゃ好きでしたね。もうなんかあのマネージメントすごいね。もう自分たちで勝ち取った村はもうお前らの自由だみたいなノリじゃないですか、うんうん。まあ、結局それが一番頑張るんじゃないかみたいな。あ、完全不敗、はい、美学は終わってますけど、うん、歓喜願えんだよ確かね。そうなんですか、違うっけ。いや僕はもうなんかずっとどっちにいるか分かんないみたいな。僕だからキングダムの漫画を読むのが大変で、なんかあの歴史を方を先に見ちゃったね。ああ、歴史のあらすじみたいな、はい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 、あれでも実話というか、まあ、実話ではないですけど、その歴史をちゃんと沿ってやる。そう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 。で、史実に、あの、王騎将軍は一行しか出てこないっていう。あ、そうなんですね、そう。え、そしたら主人公もじゃないですか。シン。シン、あ、シン出てくるのかな。シン。あ、シンはあれだよ。リシンじゃない。リシン。ね。だからなんかその、あの漫画家さん、誰だっけ。わかんないです。こじるりの。元カレ。そうなんですか、あの漫画家。うん、へぇー、こじるりの元カレっていうか、そのキングダムの先生とをこじるりが狙って付き合ったみたいな。あ、だからめっちゃ好きって言ってました、ね、そうそうそう。でその後に付き合った。そうなんだ。アメトークかなんかでめっちゃ好きなんです、そうですね、やってから付き合った。すごっ、そりゃそうなるよね。そんなお話があるんですね、うん、テレビでだってあの私マキさんが大好きなんですよっていう、はいはい、なんか女優が言ってた。はいはいはい。いやでもそれでなんか付き合うってなんかあんま聞かないっすけどね。そう、うん、絶対全員付き合ってるよ。あ、そうなんだ。なるほど、夢のあるお話です。じゃあ次の質問に行きましょう。行きましょう恋愛ですね。ほう、以前意中の女性を LINE でランチに誘ったところ、忙しいから今は忙しい、あ、今は厳しい、4月の方が行きやすいだろうというような返信が返ってきました。実際忙しいのは嘘ではなさそうです。そして1週間ほど前に再び誘いの LINE を送ったところ、未読無視の状態が続いています。その女性とはそれまで LINE でのやり取りはある程度していて、最初の誘いの後も直接会ったりしたのですが、今は諸事情により直接会うことは厳しいです。これから自分はどうするべきでしょうか。もう一度連絡をするべきでしょうか。ご意見いただければ幸いです。なるほどね。これは難しいね。これは難しいけど、この彼はずっと恋を焦がれたままあと数年生きそうだね。数年、うん、僕はやめた方がいいと思います。それでは僕もそう思いますけど、まあその恋愛はね、やっぱりその初速が大事だね。おお、そうっすね。何より初速がすごく大事で、あとはね、もうちょっと、もしその男性として勉強するんだったら、うん、色気を勉強した方がいいね。なるほど。なんかこう、多分その彼はおそらくだけど、色気をし、色気の色仕掛けをしてないんだよ。なるほど、なるほど。だからなんかこう、普通に、あ、じゃあこれあの、提出の書類です、お願いします。ぐらいの会話しかしてない、はいはい、本当になんか、よそよそしい会話の平行線のまま、はいはい、いきなり LINE とかでパン誘ったりするから、はいはい、なんか、えっていうなんか彼女も断りやすいし、はいはい、だからなんかもっとなんかあれ私のことちょっと好きなのかもしれない、いやいけないいけない、うん、私はなんか、うん、なんかそんな私の思い違いだって、はいはい、っていうようなシチュエーションしたしね、うん、なるほど。押してばかりじゃなくて引くというか、いやいや、なんかもう押してることさえ分かってないから、はいはいはい、何っていう感じ、はいはい、え、何ってめっちゃ言われそう、この人なるほどねっていう。なるほど、うん。それは悲しいですね。なんか必要以上にこう触ってみたりとかさ。はいはいはい。なんかあれ？あれ？え、でもこれ？あ、でも私の気の、いかんいかん、私の気のせいってさせるぐらいの、はい。なるほど。なんかその、
だとなんかこう恋愛な感じがないんじゃない？ちょっとでもなんか好きと感じさせる。それは一番大事、うん、なんかそれだね。確かに好きと感じさせないといけない。そうなんか誘ってるくせに好きじゃないみたいな雰囲気で多分喋ってるもの人、はい、なるほどね。シャニ構えてますね。そう、シャニ構えてる、うん、シャニ構えてるもっとなんか出していった方がいいっすね。だから今度ご飯行こうよっつって、うん、それでなんでって言われた時に、え、好きだからって言えないとってことですね。そう、うん、でちょっとそしたらなんか変な感じになるよねえ、そんな普通に、え、好きだからあれなんかこっちは戸惑うやん、女の子の方が、はい、そうっすね。いやそれですよね、もう営業みたいな話です。そうそう、まあただですねあなたが僕のこと好きかどうかわかんないじゃないですかじゃあ次回ご飯行っていただいて、そうですね、うわこいつマジでないわって言ったらもうはっきりしないです。でも営業として会うっていうのが大事です。そうそうそう、僕はあなたに浅くしに行ってるんですよっていう状態で会わないと。だってあなたに好意があるって言われて嫌な人はいないでしょ。いないですよ。キモかったら嫌だけどね。まあそうっすね、それがなんか、うん、それだったらもうそもそもご飯行かないんですよ。という感じで、ぜひもっと好きな感じを出しましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。